はい、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、ジーユとロクコラボアイテムの購入品紹介をしていきたいと思います。ジーユとロクは今回初コラボなんですけれども、本当にどれもすごく可愛いアイテムばっかりで、今回なんと私5万円分購入してしまいました。公開日に買いに行って、公開日に動画を出せてるはずなので、ぜひ皆さんも参考になると嬉しいです。ということで、レッツゴー。ということで、1点目はですね、じゃじゃーん、こちら今着ている2ピースコートカッコチェック、カラーがベージュ、サイズが S サイズのものを 1.9990円でゲットしました。この可愛さで1万円以内でゲットできるって最高じゃない？こちらは名前の通り、このジャケット、ショートジャケットとジレっぽいワンピースっぽい感じのものがセットになったコートです。ただ一緒に着ると、こうまるで一つになったかのような、こうロングコートとなるわけですね。めちゃくちゃ可愛くないですか？まずこのチェックなんですけど、まあ、カラーベージュとのことなんですけど、結構なんでしょう、ブラウンとかネイビーとか暗めのカラーが入ってるので、秋っぽい感じのチェックですね。形は全体的にフレアな感じのコートです。サイズは今回私 S サイズにしたんですけど、一度 M サイズを着てみたら結構全体的に大きかった印象なので、まあ、今回珍しく S サイズを購入しました。で、160cm の私が S サイズを着てみると、まず袖はですね、手のひら全体が隠れて指がちょっと出る感じのサイズ感。そして丈はくるぶしから10センチくらい上なので、結構しっかりと長さのある感じです。両サイドに大きめのポケットがついていたり、あとウエストにも取り外し可能なベルトがついていたりして、本当にこのコートは多機能なんですよね。後ろのデザインも本当にめっちゃ可愛くないですか？こうやって立った時のシルエットがすごく私的に好みで、めっちゃ形綺麗、なんかこう下に向かって広がっていく感じが、スタイルもすごくよく見えるなと思いました。じゃあ実際にこのね、上のジャケットをまず脱いでみましょう。暑かったあ、そうだ、ジャケットを脱ぐときに、実はこのね、ジレとここがボタンでつながってるんですよ。だからこのボタンを取ると脱ぐことができます。はい、脱げました。脱いでみるとこんな感じになってます。なんかジャンスカみたいな感じですよね。これ私ジャンスカ好きにはもうたまらないデザインというか、めっちゃなんか田舎のイギリスの女の子みたいな感じがたまりません。まあ、今はシャツに合わせてるんですけど、普段タートルネックとかに合わせて着たりするのもいいと思いました。まあジャンスカにしては生地はコートなので結構厚いんですけど、これをね、こう前開けてジレっぽくして着るのもすごく可愛いですし、なんかこのコートだけで本当に3、4通りの着方がありますよね。今はベルトでウエストマークをしてるので、ちょっとこうウエストがキュッとした感じで、これはこれでスタイルがよく見えると思うんですけど、このベルトね、さっきも言ったように取り外しが可能なので、はい、こんな感じでね、下まで A ラインでフレアなワンピースっぽい感じにすることもできます。このベルトのボタンがこの前にサイドに2つと、あと後ろにもね、2つついてるんですよ。後ろについてくれてるおかげで、バランスが整った状態でキュッとウエストをマークできるのもすごくいいなと思ったポイントでした。すいません、私としたことが、このヒツケイトを取っておくのを忘れてしまいました。ということでね、この真後ろにもスリットが入っています。ちなみにジレとして着てみるとこんな感じです。これはこれでさ、可愛くない？ちょっと今スカートと合わせてるんですけど、パンツコーデとかあと合わせてかっこよく着るのもいいんじゃないかなと思いました。ジレってここまでロングななんかデザインは私あんまり見ないんですよ。まあ、お尻下までとかが多いので、これはちょっとこう変わった感じのデザインで着れるのがすごくいいなと思います。そしてショートジャケットのみでも着てみるとこんな感じです。これはこれでめっちゃ可愛くない？ちょっとおしゃれ難易度は高めなので、合わせ方とか難しいかもしれないんですけど、私だったらこんな感じでパンツスタイルとか合わせてこう、 うまいことレイヤードするのも可愛いと思うし、あとは黒ワンピとかキャミワンピとかに合わせてこれを羽織るのもなんかちょっと足が長く見えていいんじゃないかなと思いました。これね、胸下くらいまでの長さがあります。もちろんこれ後ろもね、こんな感じで背中の真ん中くらいまでの長さがあります。まあ、ということで、このね1個コート買っとくだけで3通り、なんならちょっとベルトとか付け外した5通りくらいの着方ができるので、本当にすごくおすすめです。そして2点目はですね、じゃじゃん、こちらの2ピースコート、カラーがネイビー、サイズが S サイズのものを 1.9
9990円でゲットしました。はい、こちらはさっきのチェックコートの色違いですね。この色もめちゃくちゃ可愛くない？ブラックじゃなくてネイビーっていうところがよりポイントが高い。形はさっきと同じです。なのでこうショートジャケットとジレジャンスカみたいなセットになっています。ネイビーに関してはちょっとこうイギリスのお嬢様学校の制服のコートみたいな感じのデザインがすごく可愛いなと思っていて、コート着てるだけでもこうなんかワンピースっぽい感じのデザインに見えるのがすごく可愛いですね。ということで全体的に見るとこんな感じです。ちょっとね、実はこのネイビーに関しては妹に頼まれて買って、私はチェックという感じで買ったんですけど、ネイビーも私も欲しくなってきたな。こっちの方が服はいろいろ合わせやすいんじゃないかなと思いました。やっぱチェックはこう柄なので、中とかはチェック柄とか別の花柄とかは、まあ、合わせるのはちょっと難易度が高いかなと思うんですけど、これは無地のネイビーなので本当にいろんな服に合わせやすいなと思います。今はちょっとこうワンピースっぽく着るために下はスカートを履いてるんですけど、全然パンツスタイルとかに合わせても可愛いですし、うん、これもいろんな着方が楽しめると思う。そういえばさっき伝え忘れたんですけど、一応ねこの袖の部分にもボタンがついています。ただなんか別にこれ外したところで何も別にいいことはない、だからただのデザインですけど、まあ一応伝えておきますね。暑すぎる。はい、そしてもちろんこちらも下こんな感じでジャンスカっぽい感じで着れます。ネイビーはネイビーでまた可愛いですねもう私が好きな系統すぎん、まあ、ということでこれももうサイズ感はもちろん一緒なのでちょっと説明不要なんですけど、まあカラーがやっぱネイビーになることでまた違った雰囲気というか、やっぱお嬢さん感が強くなりますね。基本私は冬物アウターの場合はいつものジャストサイズよりかはちょっと上のやつを買ったりするんですけど、今回のこのコートに関してはこうやってねジャンスカっぽい感じで着るのも可愛いと思うので、ジャストサイズで着るのがおすすめです。ということで、まあ、そういうのも考えて私は S サイズにしました。ちなみにベルトを取って A ラインっぽい感じで着たらこんな感じになります。これはこれでちょっとこうウエストマークされない分ここにゆとりができるので、いっぱいご飯食べる日とかはこういう着方がおすすめです。こんな感じでジレっぽく着るのも可愛いと思います。まあ私的にはジャンスカの方が圧倒的好みなんですけど、まあ今のコーデに合わせるというよりかはネイビーのパンツとか合わせてかっこよく着るのもいいんじゃないかなと思いました。はい、じゃあショートジャケットも合わせてみたんですけど、これはこれでめっちゃ可愛くない？なんかやっぱショットジャケットには私はやっぱパンツコーデを合わせたくなっちゃいますね。この組み合わせもすごく可愛くないですか？大人っぽい感じで着れるのでいいなと思います。じゃあネイビーとゴールドボタンの組み合わせとかも好きなんですけど、今回これが黒なことによってすごいシックに仕上がるので、よりいろんな服にも合わせやすいし大人っぽくかっこよく着やすいんじゃないかなと思いました。そして3点目はですね、さっきからずっと着ているじゃじゃん、こちらのビスチェコンビネーションシャツ、カラーがナチュラル、サイズが S サイズのものを 1.3990 円でゲットしました。これもね M サイズとどっちも試着してみたんですけど、ちょっと M は大きくて S の方がねちょっとジャスト感があって、よりねシルエットとかも綺麗に着れるかなと思ったんですけど、それではこちらも全身で見れてみるとこんな感じです。ビスチェとシャツのセットアイテムなんですけど、シャツが結構長めなんですよね。一番長いところでお尻から5センチくらい下までの長さがあります。そしてねこのサイドの部分はちょっとこう短くなっていて、こうカーブを描くような形もちょっとこう足長効果が出ていいですね。袖に関してもこれもね手のひら全体的に隠れるくらいの長さですね。結構長めに作られているんじゃないかなと思います。でビスチェなんですけど、これ肩紐は結構細めになっているんですけど、これもね長さが調整できるようになっているので、結構肩が私の場合落ちちゃうのでしっかりと短めにして着ています。私ビスチェとかあんまり普段のコーデ取り入れたことないんですけど、これはこう同系色だからそこまでこう目立たずに、ね、でもこうちゃんと着れるので、それがすごく初心者にも取り入れやすいかなと思って買ってみた、見ました。このカラーもすごく肌色をパッと明るく見せてくれるようなカラーなのですごく気に入っています。あとこれ私のお気に入りポイントとしては、このね袖の部分がこんな感じなんでしょう、タックみたいなのが入ってるんですよ。これもすごくデザインとして可愛いし、腕の外側がちょっと広がっているような感じの形なのがよりこうシルエットが可愛くなっていいなと思いました。ビスチェの形はこんな感じでちょっとこうクロスっぽい感じの形になっていて、なんかただのこうブラっぽい感じの形じゃないので、そこまでこう
セクシー感は出ずに着れるので、それもね取り入れやすいか理由の一つかなと思いました。ちなみにビスチェの後ろ側はこんな感じでゴムになっています。ということでビスチェ脱いでみましょう。よいしょよいしょ。あれ、特にチャックとかもついていないのでこんな感じで着脱します。そしてこちらシャツのみで着てもやっぱりね可愛いんですよ。この袖の部分のタックであったりとか、この長さとかもすごく可愛くて、これだけで着てもすごく垢抜けアイテムだなと思いました。なんかただのシンプルなシャツじゃないっていうところがポイント。もちろんこれは前開きにしてちょっとアウターっぽい羽織っぽい感じで着るのも今の季節いいんじゃないかなと思いました。このビスチェもこのシャツに合わせるだけじゃなくて、他の T シャツに合わせたり、あとはタートルネックに合わせたりする着方もできるので、この商品も1個買うだけで3通りの着方ができてしまうっていうのがすごくおすすめポイントです。そしたら4点目はですね、じゃじゃん、こちら今履いている、ジーンズバイロック、カラーがダークグレー、サイズが S サイズのものを 1.3990 円でゲットしました。ちなみにですね、こちらは私のものではなく妹に用に購入したものなんですけど、一応ねこれもレポさせていただきます。というかね、 S サイズ私絶対入んないと思ったけど、これ結構ワイドシルエットなパンツなので余裕で入りました。まあ余裕って言ってもお腹ちょっとピチピチなんですけど、ちょっと履いてみたら思った以上に良くて、私の分も買っとけばよかったって感じですね。このデニム特徴的なのがこのね裾の部分ですよ。ここがボタンがついていて、ベルトもついていて、ロールアップで長さ調整ができるようになってるんですね。これがすごくいいなと思いました。今これね一回折り返しされてる状態なんですけど、まあこの状態で売られてたんですけど、これね多分ベルトをまず取って結構長めの状態で着ることもできると思います。あ、なんとこれこちら内側にもあのパッチンがついていたので、内側も綺麗にこう折り込ませれるっていうのがめっちゃいいな。まずねベルト全部取ってこう何も折り込んでない状態で履いてみるとこんな感じです。結構長くて、私 160cm の私が着てかかとから3cm くらい長い状態になります。これは結構ヒール履かないとずっちゃう感じですね。そしてこれがさっきまでの1回折り込んだ状態です。これはですね靴を脱いでみると分かるんですけど、ちょうどかかとぴったりくらいまでの長さですね。だから、まあ、この状態だったらスニーカーとか履いても特にずらずに綺麗に履けるんじゃないかなと思います。そしてねこれ2回折り込むのかと思ったら、このパッチンの位置的にこのワンロールの幅をちょっとこう大きくするみたいな感じの着方が正解っぽいな。そしたら一番短くした状態はこんな感じです。靴を脱いでみると、あでもかかとから1センチか2センチくらい上の長さなので、まあ、ちょっと短くなった程度ですね。でもなんかこのさロールアップのちょっと幅が違うだけでまた受ける印象が違って可愛いですね。今回これはダークグレーなんですけど、ブルーもあってブルーはブルーで爽やかな感じですごくいいなと思いました。このウエストら辺にもタックが入っていたりするので、なんかウエストはキュッと細く見えるけど足の部分はうまくこうラインを拾わないので、なんか細くスタイルよく見える感じがすごくいいです。全体的にちょっとこうダメージ加工が入っているのもすごく古着感のある感じがしてすごく可愛いなと思いました。ちょっとねこのサイドの部分のステッチっていうのかな、この生地がこう前に斜めにこう降りていくような感じのカットなので、これがすごくスタイルをよく見せてくれるというか、足をのラインを綺麗に見せてくれるので、こういうのもスタイルアップに見える秘訣なのかも。はい、そしたら次はですね、じゃじゃーん、こちらのギルティングブルゾンカッコチェック、カラーがベージュ、サイズが M サイズのものを 1.7990 円でゲットしました。とにかく形がおしゃれすぎる、あと柄も可愛すぎる。やっぱりこのブルゾンの特徴的なのはこの袖でしょう。袖がですねこの肩の部分から袖先までチャックになっていて、これがねまあ閉じたり広げたりして着れるようになっているんですよ。ちょっと暑さも残る時期とかはこんな感じでね袖は開放的にして着るのもいいですし、まあ、ちょっと寒くなってきたらまあここね袖を閉じてみたいな感じで、気温によってとか、まあ、気分でデザインを変えれるのがすごくいいなと思いました。でこれは襟の部分やこの袖先とかはちょっとブラウンのカラーになっていて、あと他の部分はこれもベージュ、ブラウン、ネイビーみたいな感じのチェック柄
なんですよ。これもまたさ、ブリティッシュファッションっぽくて可愛くないって。中も結構しっかり厚めの裏地が入っているので、これも寒くなってからでもしっかり着れる感じで、なんか安っぽさが全然ないですね。キルティングなんですけど、このキルティングも結構全体的に波状な感じのデザインになっていて、それもすごくおしゃれだなと思いました。そしてサイズ感としましては、まず袖先はですね、これも手のひら全体が隠れて指先がちょっとだけ出る感じの長さ。丈は腰がここなので、腰から5センチ7センチくらい下までの長さがあります。ポケットはここ両サイドについていて、でこの前なんですけど、まずこれチャックがついているのと、よいしょよいしょ、あと上からパッチンもついているので、このパッチンも締めることができます。閉じてきた時のデザインもすごく可愛くて、ブルゾンなんでこの下がちょっとゴムっぽくなってるんで、後ろとかも結構ふんわりした形なんですよね。でもちろん閉じて、でこの袖をこう開けてケープっぽい感じで着るのもすごく可愛いです。なんかファスナーの部分とかも結構なんか色味がちょっとくすんだ感じの色味を使われていて、なんか全体的にすごく統一感があるんですよね。あと忘れてました、この左の袖にだけここにもポケットがあるんですよ。ファスナーがついてて中に入るようなね、このデザインもすごく可愛いですね。はい、そしてこちらの商品が今回買った中じゃあ私は一番お気に入りかもしれない、ファーリーコート by 6、カラーがブラウン、サイズが M サイズのものを 1.7990 円でゲットしました。こんな可愛いコートが8000円だなんてありえません。実はこのファーコートに関してはネットで見た時は特に注目してなかったんですけど、実際に見たらめっちゃ可愛いなと思ったんですよ。でその理由がやっぱりこの首元ですね。ネットでは結構開いた状態で紹介されてたので気づかなかったんですけど、この首元がこんな感じで2つベルトがついているので、なんかこの首詰まっている感じがすごい好きというか、私は昔からこういう形のコートが大好きなんですよ。でこのファーもちょっとこうオレンジ味の強いブラウン感がクマさんっぽいというか、なんかハグリッドっぽい感じのコートやっぱ好きなんですよね。ということで今回こちら M サイズを購入しました。まず袖はですね、これももう手のひら全部隠れるくらい、指先がちょっと出るくらいの長さです。そして丈はちょっと分かりづらいか、膝下から10センチから15センチくらい下までの長さです。まあ結構これもしっかり長さのある感じですね。そしてね、この両サイドには大きなポケットがついてて、これもよりクマさん感が出ていて、あと袖の部分もこれボタン付きでね、ここにベルトがついてるんですけど、これもファーっていうのもまた可愛いんですよ。ただ別にこれボタン取ったからといってじゃあきつく締めれるとかそういうわけではない、ただのデザインです。後ろからも見てもただのクマさんですね。この首元のベルトに関しては穴が3つずつくらいあります。じゃん、こんな感じで前を開けて着ても可愛いわけですよ。どうですか、なんかこれはこれでちょっとこうかっこいい感じの雰囲気で着れるので、このコートめっちゃ使えるんじゃないかなと思いました。てか今気づいたんですけどね、これポケットの中もこの内側のみふわふわファーなんですよ。だから中手入れたらめっちゃモフモフで、これもめっちゃ気持ちいい。結構ボリュームは取るんですけど、もう真冬とかもこれ着たら違いなくあったかいのでマジおすすめ。裏地も結構しっかりねついていますし、良すぎるな。もちろんこれ首寝かせたままここだけ閉じて着るのもすごく可愛いと思います。なんなら首だけじゃなくて、この首の下の部分の襟みたいなとこもこう閉じて、ちょっとこうピーコート風な片手にして着るのもすごく可愛いです。これも良くない、ちょっとこうワンピースのスモーキーみたいな、スモーカーみたいな名前の人っぽい感じのコーデっぽくなって、これはこれで偉そうで可愛いと思いました。はい、そしてようやく最後はですね、ちゃちゃーん、こちらのメリージェーンシューズ、カラーがブラックとレッドのものを 1.2990円でゲットしました。私は基本靴のサイズ 23.5 から24センチなんですけど、M と L 試着した結果今回 L サイズをどっちもゲットしました。結構この商品が今回のコラボでは一番人気なんじゃないかなと思うんですけど、わかります？もうこれ厚底
でちょっとこうローファーっぽい感じのパンプスなんですけど、前の部分にベルトが2つ2本ずつついていて、これがすごく可愛いんですよ。結構 GU だとシンプルなデザインの靴がよく出るし、まあ、歩きやすいしで、私は GU の靴すごく好きなんですけど、ここまでちょっとデザイン性のある靴って今までなかったと思うんですよね。これはデザイン性もあってより可愛いし、しかも GU のねクッションも使われているから歩きやすいしで最高なんですよ。これが前も後ろもしっかり厚底なので、あの足自体は割とフラットなんですけど、身長は5センチくらい盛れる形です。それがすごく助かる。このベルトも前と後ろでちょっとね太さとかデザインが変わってたりして、それも可愛いんですよ。はい、実際に履いてみるとこんな感じです。まあさっきから実はねずっとコーデにこの赤と黒どっちかを忍ばせてたので、もう見たよって感じだと思うんですけど、もう本当に可愛い。私ってこういう学生っぽい感じのプレッピーなコーデが好きなんですけど、これにローファー合わせるとガチ制服なんですよ。ちょっとねもう28になるし、ガチ制服だとちょっとなんかコスプレっぽくなるんですけど、このメリージェンシューズだとなんかローファーじゃないし、ちょっとこうパンチのある感じのデザインだから、ちょっと学生っぽさを抜かせてくれるっていうのがいいなと思いました。そして実際本当にクッションも効いているし、すごく歩きやすいですね。まあ、裸足で履いてもいいと思うんですけど、私はこういう白ソックスとかなんか薄めの黒のストッキングとか合わせて履くのが可愛いんじゃないかなと思ってます。ちなみに赤も履いてみるとこんな感じです。めちゃくちゃ可愛くない？こっちの方がよりなんかパンチの効いた感じのコーデになりそうです。すごく好みですね。まあ、使いやすいのはもちろん黒だと思うんですけど、赤もこうポイントになるというか、めっちゃ赤い靴、あの動画の赤い靴っぽい感じがして、すごく私の好みです。これ一足3000円なんて信じられなくないですか？うん、これも人気だと思うんですけど、まあ、店舗にはまだ残ってるかもしれないのでぜひチェックしてください。はい、ということで今回の GU6 コラボアイテム購入品紹介は以上になります。実はね全然まだまだ他にも欲しい商品はいっぱいあったんですけど、さすがに5万も買ったらもう十分やろということでいろいろ諦めました。で、まあ、実際にちょっと着てみて、まあ、買ってもよかったけどやめといたっていう商品が2ピーススカートパンツっていうスカートとパンツがセットになったアイテムだったんですけど、これ、まあ、スカート自体はすごく可愛くて、これ単品だったら欲しかったんですよ。セットになったらなんとでめっちゃお得だしいいなと思ったんですけど、実際に着てみたらこのパンツがウエストゴムだったんですよね。ボタンとかジャックも何もついてないゴムだけで、私の場合ウエストゴムの商品楽っちゃ楽なんだけど、下っ腹がめっちゃ出るからスタイルが悪く見えるんですよ。あとなんか形的にもあんまり私の好みじゃなかった。ちょっと一応フレアシルエットではあるんだけど、結構細身な作りであんまり私の好みではなかったかなと思いました。だスカートだけで単品で売ってくれたらすごい助かったんだけどなと思ってます。まあ、でも他もマフラーとか、あとねなんかフードマフラーっていう帽子とマフラーがセットになったやつとかもあって、カラバリも豊富で、これもすごい欲しかったんだけど、まあちょっとやめとこうかみたいな。これは多分まだ在庫残りそうやなと思ってやめました。はい、ということでぜひ今回の動画参考になったら嬉しいです。はい、 GU6 欲しいみたいな、見に行く参考になったって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram、TikTok もしておりますのでぜひフォローお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。